することがないんで、壁をね広げようかなと思います。おー、なんだ、びっくりした。急に牛乳が宙に浮いてた。そんなボルターガイストあるって思ったわ。どういう怨念を込めて幽霊になったらそうなっちゃう。生前牛乳で溺れ死んでいいや。1、2、3、よし、降りる時のことを考えてなかった。待てよ、あれがあるやん。いや、まあ、みんなの言いたいことはわかるよ。不可能だろって、そう言いたいんでしょ。俺はね、やるときはやろうと。壁をさ、作り続けるだけの動画って何なんだ。マインクラフトっていう、まあ、創造性豊かでね、自由度の高い世界的に大人気のゲームで、壁を作るだけの動画って。またのさ、カチ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 っと入ってるよね。じゃあ ASMR なんだ、これ。実質万人用の ASMR 動画です、これ。いや、俺もね、実況したいのは山々なんだけどね、あの石レンガを置きますしかないのよ。ホラゲー、あ、俺、リトルナイトメアを、なんか無料の期間で手に入れたやつ、あれやってないな。あれやるか。俺、ホラゲーね、無理なんだよね。俺、叫ばないんだよな、でも。いや、俺、向いてないゲーム実況しちゃう。そう、てか、ゲーム好きは好きなんだけど、好きなのがなんか、ラストのスクラップ集めるとか、まあ、マイクラで言えば、地下を掘るとかさ、なんかゲーム実況向いてない。まずい。まずいって、あっぶねえ。危ないよ、お前。あいつ、強み分かってんな。自分の強みが。全然、ゴールド隊にいる現状よりキャラ重かったな。さて、マリシが全然足りないことに気づき、石を掘り始めました。いよいよですよ、もうこの動画。まあでもね、ビーコンの範囲外に出た時が嫌だな。またあの速さが掘らなきゃいけないなんて。薬物みたいなもんですからね、今日。いい加減ね、マインクラフトは採掘速度上昇のポーションを作るべきです。だからマインクラフターの腕とかでいいんじゃないかな、素材は。猫にはね、昔引っかかれたことがあるんですけど、でも猫が好きです。これも依存作用なんか、もしかして。やっぱ、ね、猫にも依存作用があるんだ。だから人間は猫を飼うんですよね。あ、違うか、猫に飼われるんですよね。じゃあ猫と、この聖地っていうのは、人間にとっては結構似たようなもんなのかな。じゃあ、一人暮らしが寂しい人が猫を飼うみたいなのもあるけど、動物を飼うんじゃなくて、成長すればいいのか。成長すれば、このポコポコンで孤独を紛らわすことができるのかな。